人、物、金をテキサスへ。 CCIM のルークです。今回は鉄道何これの記事から紹介させていただきます。下に記事のリンク先を貼っておきます。 JR 東海や全米鉄道旅客公社アムトラックなどが支援しているテキサス新幹線を巡る計画を、担当者であるアムトラックのアンディ・バイフォード上席副社長が単独インタビューで2030年代前半に開業する可能性があるとの見通しを示しました。総事業費は300億ドル以上、日本円で4兆6000億円を超えると計算されており、資金調達に依然大きなハードルがあります。ただ彼は実現できると確信していると強調していました。日本が大好きだと公言している親日派のバイフォードは、東海道、山陽新幹線と西九州新幹線で運行している N700S をベースにした車両を導入して日本メーカーが製造すると明言しました。テキサス新幹線計画はテキサス州と JR 東海、 JR 東海の英語名はセントラルジャパンレールウェイです。これを組み合わせたテキサスセントラルの事業名で呼ばれています。そこに新たに支援するアムトラックのある意味非常に力強いブランドを冠してアムトラックテキサスセントラルとすることも検討しているそうです。地元テキサス州、そしてそれを支援するアムトラック、 JR 東海のいずれの名前も盛り込まれた利害関係者の顔が立つ名前ですね。テキサス新幹線の発券予約システムはアムトラックのシステムを使います。アムトラックのスマートフォン向けアプリでも切符が買えることができます。そのテキサス新幹線の路線がダラス市中心部を迂回してフォートワースへ向かう可能性が出てきていました。これはダラス市のリーダーたちが計画中の30億ドルの新しいコンベンションセンターや近隣の56ドルの再開発プロジェクトへの影響を問題視したためです。これに関して詳しくは下の説明欄にある、ゼフィロコンサルティングのテキサス新幹線市議会の反対を受けてダラスのダウンタウンを迂回する可能性を読まれてください。アメリカ当局は今年の4月、運輸省と日本の国土交通省が新幹線技術を活用したテキサスセントラル計画をアムトラックが指導することを歓迎すると公表しています。バイデン政権も本格的な支援をする動きもあります。しかしながらトランプが大統領になれば、彼は地球温暖化は中国のでっち上げだと、ごまかしであるという懐疑的な立場を取っており、温暖化対策のために公共交通機関の整備を促進することに対してマインドが薄いかもしれませんね。どうなることかは分かりませんが、日本が誇るこの新幹線を世界最大の経済大国であるアメリカで走らせるという壮大な計画の実現は、なかなか高速列車のようにスピーディーには進んでいないということは確かです。今までもですね、いろいろと、土地の権利者から訴えられたりとか、
いろんなハードルがありますが、必ず実現してほしいと願っています。以上、テキサスのルークでした。チャンネル登録よろしくお願いします。